桃園は、大野市のほぼ中心部にあります。で、まあ、同じあの敷地の隣にですね、信州大谷派の西勝寺というお寺があって、で、まあ、園のその本来のスタートっていうのはお寺で日曜学校という形で、近所の子どもさんたち、親御さんが忙しかったりから、まあ、戦後の大変な時期にですね、近所の子どもさんたちを集めて、で、一緒にお話を聞いたり、歌を歌ったりということを本堂でやってました。近年になって、幼児教育っていうふうなことが法制化されてきて、幼稚園というふうなものがこう国の制度として始まってくるわけですけども、それのはるか前から、1919年に、まあ、そういう、スタートをしてるわけです。で、まあ、どういう精神でそういうことをやってきたかというと、どの子も世界中でたった一人の大事な自分というものをいただいて生まれてきた大事な存在やから、まあ、自分の人生をきちっと獲得していってほしいねっていう、そういう願いで、まあ、全ての子どもさんたちに対して、まあ、存在を尊重するというかね、一人一人、そういうことをこう教育の中心としてやってきます。制度が、だんだんこう社会の変化とともに変わってきて、で、まあ、国が、幼児教育をリードするというような形で、幼稚園というような制度が作られたり、保育所という制度が作られたり、で、まあ、近年になってから今度は、まあ、子ども園というような形で、より長時間、子どもさんを見るというふうなこと、で、親御さんの就労を支援するっていうふうな、福祉の立場と、それから、一人一人の子どもの主体的な育ちを願うという教育の立場とが、まあ、一緒になったみたいな形での新しい制度の中で、まあ、今の就学前の子どもたちの施設っていうのはそれぞれ開かれておること、というふうに、私もそうですし子どもたちもそうですけど、どんな時代に生まれるのだとかね、どこの土地に生まれるのだとか、誰を親として生まれてくるのかというようなことは生まれる側は選べません。親は勝手に子供を作るみたいなことをこう現代社会は言うようになってますけど、実は作れるものでもないです。命っていうのはどこまで行っても自分の自由にならないもの、いただいたものというとこからスタートします。ですから何一つ自分で選んだわけでないところから自分を生きていかなきゃならんという、そういう共通した課題はですね、子どもだけの課題じゃないわけです。保育者も保護者もみんなが、共通して、まあ、いただいておる課題、命からいただいてきた課題って言いますかね。ですからそこには私はどう生きたらいいのっていうことがいつもこう問題になってくる。そういうことをその教えるんじゃなしに、共にその課題を背負っていこうとする、学んでいこうとする、教える側と教わる側が、共にその真理を求める、その相対を教育というふうに言っていいんじゃないかと、そういうところから大野幼稚園の今の教育というのはスタートしてます。大野幼稚園は創立100周年を記念して新しい園舎に生まれ変わりました。木造の柱や梁を表現し、自然の匂いや肌触りなどの温かみを感じられる、温かく包み込まれるような園舎です。また音にもこだわり、
声の残響を抑える吸音材を天井に貼り、静かな環境で子どもの耳に音が正しく聞こえる空間を実現しています。またシーリングファンやサーキュレーターを用いて24時間空気の入れ替えを行い、全室室温を均一になるよう整えています。そして園舎の中には子どもたちが空の道と呼んでいる吊り橋やネットの空中遊具、廊下から一段下がった海の道、薄暗い穴蔵など園舎全体がワクワクドキドキするような仕掛けがいっぱいあるので冒険心にあふれています。あらゆるところで子どもたちの声があふれる園舎で、好奇心旺盛な子どもたちが遊びの中から考え、学び、成長していくことができ、それを見守っていくことのできる子ども園です。大野幼稚園では自然活動を通して子どもたちに豊かな感性や環境意識を持ってもらうためにさまざまな活動に取り組んでいます。園舎西側の園庭には3種類の土があり、それぞれの遊び方で土の感触の違いを肌で感じています。遊び方で形が変わる築山や、自分たちで地面に穴を掘って水たまりや凸凹を作ったり、子どもたちの発想で遊びがどんどん展開されていきます。また砂場や泥んこ場では開放的な遊びを全身で感じながら遊んでいます。園舎北側には自然豊かな幼稚園公園があり、四季折々の自然を体いっぱい感じて過ごしています。食育の一環で園の畑でさまざまな野菜を育てて自分たちで調理して食べる楽しさを経験したり、虫や小動物などたくさんの生き物と出会いを通して命の大切さを感じています。子どもにとって絵を描くことは心を解放する手段の一つです。子どもたちは言いたいことがいっぱいあってもそれを表す言葉はまだ乏しく、なかなか伝えられないこともあります。絵の具を使って描く絵は子どもの繊細な心の変化や今思っていることが素直に表現されます。そんな素直な行動で自分の内面を表現するのは子どもの成長にとても大切なことです。いつでもそんな表現ができるように各保育室に絵の具コーナーがあります。漢字は見た目で形と耳で聞く、音声が自然と結びついて覚えていきます。最も吸収力の強い幼児期に漢字カードを使ったり、年少時はことわざ、年中時は俳句、年長時は百人一首を取り入れながら漢字の関心を引き出したり、園内で漢字表記を多く取り入れています。クッキングは毎月1回行われ、食材の手触り、形、重さの違いなど五感を使って子どもたちのやり方で発見し確かめます。ピーラーや包丁を使い調理をしながら集中力を育てます。また大野幼稚園では未就園児の親子の方を対象に子育て支援キラキラクラブを毎週火曜日と木曜日に開催しております。親子ふれあい遊びや簡単な造形遊びなど幼児教育のプログラムを提供し、親子で楽しく経験しています。また子どもの育ちや子育ての相談を一緒に考え、
親子の関係をより良くしていくための支援を行っています。ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。せーの、待ってます。